漫画喫茶店ポレイ漫画喫茶、漫画喫茶、漫画喫茶とは漫画を多数揃えた喫茶店。また、そこから発展した漫画の閲覧などの娯楽サービスを有料で提供する施設を言う。略称は満喫や満期など。インターネットカフェと同義で使われることが多いがこちらは漫画が置いてあることが前提である。通常の喫茶店が客の飲食や喫茶。 待ち合わせののの場を提供するるが主であるのに対し漫画喫茶は漫画などの娯楽サービスを提供することを目的としている。漫画喫茶発祥の地は名古屋市名東区でかつて営業していたザマガジンは元祖と言われている一般に料金体系は時間制で基本料金延長料金を退店時に生産するシステムになっている。一般的には 図書館や書店並みの規模の書棚を備えていて、数多くの漫画や雑誌、新聞が閲覧できる。さらに店によっては、ドリンクバーや喫茶、テレビゲーム機、インターネットアクセスができるパソコン、テレビ、DVD などのサービスも提供しているところが多い。大規模店では、軽食、個人用、ブース、ペアシートブース、ファミリーブース、仮眠スペース、ダーツ、ビリヤード、卓球、 シャワー、サウナ、マッサージ機、日焼けマシン等を備えているところもある。大都市においては深夜営業を行う店舗も増えている。そういった店舗では、カプセルホテルより安価であることから、簡易宿泊所として終電に間に合わなかった人が、始発を待つ間の仮眠に利用する場合もある。また、2000年代後半頃からは、日雇い派遣で生計を立てるフリーターの仮住まいとして、 利用されていることも多い。ネットカフェ難民を参照のこと。漫画は著作物であり、漫画喫茶の経営については、漫画というコンテンツの提供機能と喫茶店としてのアメニティサービスの提供機能の双方を有しており、近年、漫画喫茶の増書数の増大に従って、全社の機能が極めて強くなっている。そのため、一部の漫画著作者の中には、漫画喫茶について、 中古漫画書籍の流通と同様に、新刊漫画の売れ行きに悪影響を及ぼし、漫画の著作権が正しく保護されていないと主張する団体も現れている。ちなみに、音楽レコード等の著作者には著作権法上、著作物について1984年改正法では、新たに、対予権が与えられており、 レンタルショップからジャスラックを通じて著作権者への対与権量還元が実現している。しかし、漫画については、当時の貸し本業界からの反発もあり、書籍等の対与についての経過措置が同時に設けられ、不足4条の2で、書籍または雑誌の対与による場合には、当分の間、適用しないとして漫画には対与権が与えられなかったが、2004年の法改正で、 この不足は廃止された。漫画喫茶の個室営業について、警察庁が、風営法の許可がない場合は違法として2011年4月、全国の警察本部に指導を強めるよう指示している。ありがとうございます。